売れないと言われる時代に自ら小さな出版社を立ち上げ次々にヒット作を生み出す出版界の異彩、大学卒業後、2つの出版社を経て2006年、東京自由が丘で三島社を設立東日本大震災の後地元の京都に戻り2つの拠点で活動をしている。 大手出版社ではではきない独自の流通方法を確立作家との強い信頼関係を築き、内田つる町場の戦争論、平川克美小商内の勧めなど、話題作を数多く出版、また、編集だけにとどまらず、計画と無計画の間、失われた感覚を求めてなど、自らの体験を綴ったエッセイなども執筆、さらに活動のフィールドを広げる。 原点回帰と一冊入婚をもっとうに、新鮮で面白い本を生み出し続ける想像力と時代に流されない三島流の本作りとは。皆さん、こんばんは、あの三島社の三島邦弘です。 えーと今日あの本当に楽しかったですね、えーと、皆さんのプレゼン、本当にあの僕自身がおそらく一番楽しんだじゃないかなというぐらい、本当、楽しんで聞いてたんですが、まああの、なぜ僕が最後なのかなってちょっと思ってたんです、それをずっと思いながら聞いてたんですけども、あのさっきちょっと分かったんですけども、<laughs> それはあの僕はあのさっきの谷部さんのように、ですね、えー、うまいプレゼンもできないんですね、えー、プレゼンがまずできないんです。 パワ、えーポイントがつけ使えなくてですね、エクセルも使えないと、まあえー、それでも一応編集者であり、まあ、出版社やってるんですけれども、あのー、おそらくこいつだったら、えー、プレゼンの用意できないだろうということで、あのー、最後に当てといたら、なんかうまくまとめてくれるんじゃないかということだったんだということにさっき気づいて、なるほどと思ったんです。でまあ、もう一つ、あのー、僕自身のの、ねえー、仕事の えと本職としましても編集者という仕事をやっておりまして <coughs>、まあ、編集者というのはまあこういろんな方々のお話を聞いてそれで「うんいいですね」とかで言いながらまあ本に一冊に仕上げていくとまあそういう仕事なんですねまあですんでまああの今回最後ご指名いただいたんでえと <coughs> 今までの8人の方のお話をまあいい形でえとあの引き継いでまああの ま、着地はできないと思うんですけども、まあ、あの取り込んで、えー、お話をさせていただければなというふうに思いますですのでこれはプレゼンではありませんあのお話を勝手に僕がします、はい、で、えーとまあ、あの紹介ビデオにもあったんですけども,もうあの三島社というのは、まあ、2006年10月に僕が単身作りまして、えー、創業当初からあの原点回帰の出版社 とということを歌っておりました <laughs> あの先ほども堀木さんのお話も「原点原点」というお話が何度もありましたけどもあのまああの僕も本当原点がとにかく大切だな。でえ出版社にとっての原点は何だろうといったときにまず1個は「一冊入婚」っていう言葉がまあ自然と僕の中で出てきたんですね。で「一冊入婚」っていう言葉はまあ僕は出版って本作りやってるんでまああの当然だと思うんです。 で今日の農業のお話なんかはあのあの農業という言葉を出版って置き換えたらすべて僕があの申したいこととほぼ重なってたというぐらい本当同じだったなというふうに思います。まああのこう物を生み出したり物作りっていうことのあの原点が今本当に問われている時代なんだろうというふうに思います。<laughs> ではえっ、ー、とミシ社の原点回帰っていうのはどういうことかって言ったら。 1まあ一個はですねえと作ってそして届けるっていうところまでをこうしっかりやるってまあこれはある種当たり前なんですけどもこの当たり前のことが結構崩れてきているそういう時代にあるということはあの間違いなく言えますえ僕がこの出版という業界に入ったのが1999年ですねでえとある出版社に入ったんですけれどもまあその2社編集者を経て2006年10月に自分で作るわけなんですけどもあの <laughs> もう1999年の段階から、えーとまあ、出版がいよいよ、えー、危うくなってくる出版不況だ、まあ、そういうふうに言われてきたわけですねで、まあ、どんなふうにこうあの危ういかっていったら、まあ、よくもう新聞やいろんな報道であるように活字離れだ本が売れないとか、まあ、そういう,こうネガティブな話がもうとにかく飛び交わっておったんですで僕は本当にそうかなとあの僕は <laughs> あの本という まあこうまあ、偶然ですけどもその世界に触れることができてそれで仕事にそれをすることができたんですけども僕自身は本当に、えー、最初のもう新人の瞬間からですね日本一楽しい仕事をしてると思ったんですね、まあ、本当に、あのー、なぜかそれは分からないですけれども、あのーまあ、自分がこういろんな会いたい方々と会えてそれを企画にして本に一冊してそれをよ嬉しいって。 面白かったって言ってくれる人がいるっていうまあそういう,こう循環を感じた時になんか僕が感じている実感とこう世間で言われているいろんなこう出版に対するネガティブな言葉そこにすごくあの開きがあるなと思ったんですね。で <laughs> あのそこの,このネガティブな声っていうのがこれがどん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 こうえっと黒い大きな雲が覆うようにですねどんどん広がっていくわけですね。 <laughs> でそれっていうのはあのいろんな会社の中にもやっぱりそういう空気っていうのは、まあ、雨の日がずっと続くとやっぱりどんよりとした心になるようにですねやっぱりちょっとこういろんなこう業界全体にこう <laughs> そういうのが浸透していってたところがあったと思います。でだけど本本当はやることととっってて単純なんですねあのとにかく思思いいをを込めて作り面白いと思った本を とにかく作りまあそれをやるだけだと思ったんでまああのいろいろこうまあ,あの本当にでき,ないできるかできないかじゃないっていうお話は本当あったと思いますけどもうやるしかないと思ったんでであの、まあ、会社内で僕は最初やろうとしてたんですねで、えー、とこういうことをやった方がいいですよとかいろいろ話したんですけどうんあ,あうんとかっていう感じでなかなか進まないんで。 どうしようと思ってた時にある日寝てた時におっと思いついて会社を作ったらい,いんだ自分で出版社作ったらい,いんだってもう思った瞬間から湧き上がってその日朝までこうアイデアを書き留めてでそれが今ほとんどこうやっているっていうような感じですあのその時に「原点回復の出版社」っていう言葉が浮かんだり今あのウェブをサポーターという方々とこう一緒に運営するっていうちょっとこうあの 新しい試みをやっているんですけどまあそういうアイディアの原点のようなものもそこでえなんかあの思いついたなと思います。でまあそういうことを自分の会社でどんどんやっていこうって言ったときに <laughs> あの一個その出版っていうのはこう今聞きたっていうのはまあ実際そうでしてそれは活字離れっていう,こう読者側の問題じゃなくてこの僕たち やっっっていいいる人たたちの中にすすごい問題がいっぱいあったんですねで例えば、あのー、まあ本今年間どれくらい出てるかってご存知ですかね <laughs> まあ大体8万冊ぐらい出てるんですでこれは15年前ぐらい、まあ、20年ぐらい前から比べれたらもうあの倍以上ですね、えー、大体3万冊ぐらいだったのが8万冊ぐらい出ていてで、えー、と売り上げとしてはほぼ同じぐらい、まあ、ずっとまあ少しずつ下がっているわけですけども。 そうなってくると、1冊の本がまあ半分以下の売れ行きになっていて、そして一番良くないことに、今、本っていうのは、本屋さんからこうえ返品が可能なんですね、いくらでも可能なんです <laughs>。で、出ている本の大体何、どれくらいが返品されてると思いますか、作られて、そして1回出荷された本、1回出荷した本のです、作った本でえと倉庫にあるわけじゃなくて。 大体それが一回こう本出版社が作って本屋さんに並んで戻ってくるのが大体今業界平均で40%なんですね。でこれは環境にも非常に悪いと当たり前ですよねあの市場に無駄が生まれているということでまあ石橋社はそういうこともあの変えていきたいということでまあ本屋さんにダイレクトに案内して。 えと流通を通さないというやり方をとっているんですけどまあ取り次ぎという流通を通さないで直接案内することによってえと <laughs> しっかりとこの本というのはどういう本かってああこの本だったらうちでやったら何冊置きたいしとかっていうまあそういう当たり前のコミュニケーションをとってえ届けるとでそうしてあの読者の人たちとの距離をちあの縮めていくと近くしていくっていう <laughs> まあそういう,こう当たり前の試みをやっているんですで。それはまあこうずっとこうやって てい行かないといけなくてまだ始まったばっかりでであのこれから本当にあのいろいろんな試みをやっていきたいと思ってるんですけれどもあのその本屋さんとの共存あの本屋さんって今一日にどん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 なくなっていってるんですねえっとあのまあ町の本屋さんこ <laughs> の前だと神戸の元町の海文堂さんが亡くなったりとか本屋さんがなくなるっていうことはやっぱ一つ <laughs> 自分たちの町が の見え方が変わるとということだと思うこだ思んですねでそういうことがあの生まれている中で、まあ、あの <coughs> とにかく、えー、その原点回帰の出版社一冊入婚するっていうことでやってるんです。で、えー、何をじゃあ一番大切にしているかっていうお話なんですけども、えーまあ、それは今日のこう、まあ、プレゼンでもうそうなんですけども。 こうその時の時感覚をしっかりと生かすっていうことですね、あのー、<laughs> まあこういう本を一冊を作るって言った時に書き手の人とこうしっかりと向き合って何が一番面白いのかっていうのをそれを全身全霊でこう感じるっていうことをこうやっていきたいそれをやれる状態をしておかないといけないなと思ってるんですで、まあ、いろんなことやるんですでうちのなんかこう社員も増えてきて、まあ、今8人ぐらいでいるんですけれども。 あの例えばああの最初にやった合宿っていうのは僕たまたま名前が三島なんで、えー、と静岡の三島に行こうっていうことになったんですねで三島に何時集合っていうのだけを決めて、えー、と宿も決めないんですで宿も決めずにこう行ってそこで、えー、と何かを感じて、えー、ちゃんとこう泊まるべき場所とかもその土地に立った瞬間からどうしようっていうふうになってあの かこう予定されたものをこうあの歩んでいくんじゃなくてその時その時の,あのベストなところをこうまあ野生の感覚をこう磨くということをまああの求めているんですけどもまあそういうことをやったりとかですねそういうふうにこうまあ会社運営でもやっている中で <laughs> あのまあ東日本大震災がまあ一つきっかけではあったんですけどももともと僕は京都生まれ京都育ちなんですで。えー まあそれで最初から関西で出版社したいなという思いはあったんですけどもでまあこの機会にできなかったらもう二度とできないだろうで東京一極集中のこのメディアの状況出版のメディアの状況から新しい流れを作るっていうことにとにかく一歩を踏み出さないといけないとじゃないとどうしてもこう場の空気ってまさにそういうふうに感覚でこうやるって言っているわけですからやっぱその土地土地の空気っていうものに やっぱずあの知らず知らずのうちに影響されてであのやっぱりよく似た本を作ってしまいがちなんですね。これは結構あのそういう空気で伝染してしまうんで,でやっぱこれからの、ね、22世紀を生きるっていうふうに言ってますけども、まあ、こう未来に残っていく本っていうあのそもそも本っていうのはそういうもんですよねあの漱石の書いた本だってカフカの書いた本だって100年前に書かれた本で僕たちは 日々そういうあの先達が書いた言葉をこう受け取りながら、まあ、こうして、えー、と生きているわけです。で今日こうして <laughs> まあいろんな人のプレゼンがありましたけれどもそれもやっぱ言葉によって行われてます。でこう今日農業のお話があって本当その通りだと思いまてで、あのー、あれと本当あの言葉って,いうのっていうのは全く一緒だと思うんですね。 で言葉を僕たちは日々こう体の中に入れて生きていると思うんです。でどういう言葉が自分たちの中に入るかっていうそれによって全然こう、あのー、自分の中の心の風景っていうのは変わってくると思うんですね。であのやその心のこう豊かさっていうものっていうのをこう作っていくには <laughs> とにかくやっぱ活字本っていうものの豊かさっていうものをしっかりと 僕たちはこう先達から受け継いでえと継承していかないといけないなということをこう思ってやり続けています。でそれがあのまあこう「一冊入婚」っていう言葉にまあ僕の中ではこう一番こうしっくりきておりましてまあそれをこうやっていく。であのそれをこうやっていこうとした時にまあ創業当初から掲げている言葉の一つに。 100年とにかくであのそのというのを僕自身がそういうふうに100年前の人たちの言葉をこう日々こう自分の言葉として、えー、と受け付けながらこう生きているんで今僕たちがこうやっているこの瞬間のこの言葉っていうのは必ず100年後に生きると。でそういう,もうそれはもうすでに決まっていることであってそれがそうじゃなくて。 って思う方があの多分こう見えてないことなんだろうと思うんですね。<laughs> 必ず自分たちの言葉っていうのはこの22世紀に生きてるしもうすでにこの22世紀の言葉っていうのはこう始まっている。だからその自覚のもとにあの僕たちはこの活字の世界っていうものをより豊かにそして、えーとまあ、これから、まあ、22世紀っていうのは本当の通過点だと思うんで。えー 23世紀24世紀そういう,こう未来の人に届く言葉っていうものを、まあ、あのこの出版っていう本っていう世界をより豊かにするっていうことで、えー、と実現していきたいなというふうに思っていますあのまずこう22世紀を生きるっていうことはその第一歩は僕は本を読むそして本の世界に触れるっていうことだと思いますそしてそこで得た言葉からこう広がってくる世界は まあ本当に無限大なんで、全く誰も一人も誰もが押さ <coughs> えつけたり、そして制限したりすることができないもんなんで、その世界をどんどん豊かにしていく、一つの役目を果たしていきたいなと思っております。えー、今日はありがとうございました